栄光のルマンは1971年に公開されたアメリカのカーアクション映画フランスのルマン郊外で開催されるモータースポーツの祭典ルマン24時間レースアメリカ人レーサーのディレイニーはガルフ・ポルシェチームの一員としてこの地へ戻ってきた前年の大会ではフェラーリの一台と衝突してリタイアし相手のドライバーが死亡するという悲劇を経験していた そのドライバーの未亡人リサが姿を見せ、フェラーリチームの伊達男をラックの傍らにいることに、ディレイニーは戸惑う。ディレイニーはポルシェ20号車に乗ってスタートし、降りしきる雨の中、公的ュスターラーが乗るフェラーリ8号車と首位を争う。ドライバー交代中、食堂でリサに声をかけるディレイニー。ここへなぜ戻ってきたのか尋ねると、彼女は自分のためと答えた。 夜が明けた頃、大事故が発生する。フェラーリ7号車のオーラックがコース外へ飛び出し、マシンが爆発して重傷を負う。その事故に気を取られたディレイニーも周回遅れに絡んでクラッシュし、体は無事だったものの20号車は大破する。悪夢の再現に震えるリサをいたわるディレイニー。リサにそんなに大切なの早く走ることがと問われるとディレイニーは、 世の中苦手なことばかり。運転が得意なものにとってレースは人生なんだと答えた。レースはポルシェとフェラーリが接戦のまま最終盤を迎え、ディレイニーは選手交代して21号車をドライブするようチーム監督から要請される。激しく競り合いながら先行車2台に迫るディレイニーとストーラー。勝負は最終周回までも連れ込み、大観衆が見守る中、 過酷な24時間レースの勝者が決まる瞬間を迎える。カーレースに並々ならぬ情熱を傾けていたスティーブ・マック・イーンが自ら率いるソーラープロダクションの総力を挙げて作り上げた本格カーレース映画の名作。前編セミドキュメンタリーのタッチで構成されており、本物の1970年ルマン24時間レースの映像と 映画向けに撮影された映像等を巧みに編集したレースシーンを中心に大イベントを迎えたサルトサーキットの喧騒、走るレーサーたちの緊張と孤独、トップチーム同士の駆け引きに至るまで臨場感たっぷりに表現しており、実際のモータースポーツのファンにも強く支持された作品である。一方で人間ドラマのケレン味をごく控えめにし、有名俳優も起用しなかったことなどがわいして、 世界的に見れば一般層にはアピールできず、商業的に大敗したマック・イーンは、自身のプロダクションを解散せざるを得なくなった。ただし、日本では大ヒットを記録し、多くの波及効果を後にもたらした。いずれの日本語音声もソフト未収録ポルシェ九917、K フェラーリ五百十二 s スティーブ・マック・イーンその男と、ルマン栄光のルマン制作過程を描いたドキュメンタリー映画。 2015年制作。日本公開は2016年5月。ありがとうございます。